山寺です。今ですね、郡園に来ております。郡園でね、ちょっとはしご酒してるんですけども、居酒屋こもれびさんというとこちょっと見つけたんで、今から居酒屋のこもれびさんに入ってみたいと思います。では行ってきます。入っていきたいと思います。こもれびさん、木漏れ日さんに入ってきまして、飲み物はですね、元老院白玉酒造さんの麦焼酎ですね。ちょっとね、黄金色っぽい、ちょっと黄金色してますよね、これね。どんなんかいただいてみたいと思います。美味しい。これね、ロックで飲んでるんですけども、ちょっと香ばしい香りと、なんていうかな、こうね、飲んだ後鼻に抜けるのが、ね、バニラみたいなね、香りが鼻に抜けますよ。美味しいです。これ飲みやすいですわ。なんかこれ、なんか今ちょっと口の中にバニラ感が残ってますわ。うまいです。間違いない。お通しはね、2品つきましたね。こちらはシラスですね。シラスからまずいただきますね。うまいね。やっぱこの釜揚げシラスっていうのは美味しい。でこれでしょう、元老院。メカブをいただきたいと思います。メカブ、海藻ですね。これをもうあてが最高ですわ、山寺。今日はね、あんまりね、脂っこもは食べてないこともないけども、こういうね、なんかもう、ちょっとこう海藻とかね、魚介とかいいですね。美味しい。でこの元老院うまいっすよ、これマジで。なんかほんまにバニラっていう感じします。バニラちゃいますけどね。はい、水なすを頼みました。今の時期やっぱ水なすって美味しいんですよね。これちょっと水なす食べてみたいと思いますわ、ほんまに。ちょっと、土生姜をつけましていただきますね。やっぱりね、この時期の水なすは、もちろん水なすぐらいからみずみずしいですけどね、うまいわ。本当に美味しいです。美味しいわ。もうね、醤油もつけんでいいです。あのね、土生姜だけで十分美味しいですね。最高や。ほんでもうこのね、お通しとかのこの釜揚げしらすもね、すごいうまいんですよ。うまいわ。郡園ね、意外
いいお店がねあちらこちらにあるなというのがね分かりましたね、うん、まだまだ郡山行きたいと思いますよ、うん、メカブです、うん、ミネラルたっぷりっていう感じですよねこれ。最高ですわ。そして本格焼酎、元老院、麦焼酎、ロックなので結構効きますよ。パンチありますね。これ何度あんねやろ、多分20度かな、うん、20度ぐらいはあると思いますわ。結構ガツンときますわ。で後に抜けるこのバニラみたいな香りがもうたまんないですね。癖になります。はい、今ねだし巻きが来ました。これねもうね焼き上がり焼きたてねすぐ出来上がりほやほやでいただいたんですけど、香りがねすごいですわ。このだしの香りといいますかね、なんかもうすごいいい香りがします。早速ちょっといただいてみたいと思います。うわーちょっとうわじゃあこれはもう出汁がね、にじみ出てるんですよね、お皿の上にね。いただきますわ。うん、めちゃくちゃ出汁が効いてすごい美味しいです。わこれちょっと辛めで美味しいです。あ酒のあてにぴったりのだし巻きですね。ここもなかなかいいお店ですよ、うん、いいお店を発見した感があります。木漏れ日さんなんですけども、こちらね、お店の方可愛いねお姉さん2人でやられてますわ、うん、で今一生懸命ね料理を作られてますけども、ここはねあの美味しい料理を食べながらゆっくり美味しいお酒を楽しめる、そんな感じですね。だから、あのいろんな種類のね日本酒とか焼酎とか飲み物とかありますけども、うん、なんかまったりまったり飲めるお店ですね。せわしくないと言いますか、もちろん座って飲む店ですよ。立ち飲みではないです。まあ個人経営の居酒屋さんでちょっと、いい感じの居酒屋さんですね、うん、なんかこうほんまに落ち着いて飲める、うん、いいですね。なんか雰囲気もいいですね、うん、食べ物も美味しいですしね。バターソテーが来ました、これね超高級ですよ。こちらで1人前1500円でしたっけね。ちょっといただきたいと思います。うまそうでしょ。正解ですね。うまい。これも完全にお酒が進むやつでしたよ。アワビのバターソテー、うん、お値打ちというかもう結構ね、ええ値段しますけども、こういうものたまに食べないダメだですね、うん、うまいです。ポテトフライが来ました。なんかちょっとね今日はあっさり系ばっかり食べてるんで、ちょっと一旦油もんが欲しくなってきたみたいな感じでね、いただきます。もうこのままいただきますわ。うん、うまっ。なんかね
トフライ何でも合いますねこれね。焼酎も合うし、もちろんこんな中杯系のねサワーみたいなので合うし、うん、うまい。ちょっとケチャップもつけてみますよ。ケチャップもね、ケチャップつけました。美味しいですね。揚げたてで、あ、さすですわ。手がやけどするんちゃうかな、もうぐらい。もう今日はね、夜勤明けなんで、私もう今ね、何時や、5時過ぎましたけど、そろそろ目がしょぼしょぼしょぼってしますわ、うん、なんか眠気がさしてるというか、眠たいです、さっき言うて、眠たい眠たい。美味しいね、美味しいお酒とね、当てがあればいうことないですね、まあ、ちなみに明日はお休みなので、うん、今日はそんなに慌てなくてもいいんですけど、ただそんなにほんまに眠気を襲ってきてます。眠気を、今ですね、木漏れ日の方に行ってきました。 大満足しました。あのね、アワビ1500円、一番高いのになりますよ今日はね、ということで、皆さんもしよろしければチャンネル登録のよろしくお願いします。だから、ね、台風前に飲みに行ってるんですけど、ちょっとねやばいなと思います。ということで、皆さんもしよろしければ私の YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでいつも YouTube 見ていただいて本当にありがとうございます。感謝いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。